おはようございます。オーストリアのグラーツについて今日が2日目です。本当は今日クラーゲンフルトっていう場所にグラーツから日帰りで行こうと思ったんですけど、で列車鉄道のチケットが往復で104ユーロするって言われて、日本円で、まあ、14,000〜15,000円。ちょっと思ってたより結構高いなと思って、ちょっと諦め、もう、そこまではいいかなと思って諦めました。はい。その代わり、まあ、今日一日もう一回グラーツで、のんびり観光しようかなと思ってて、お城があるので、そこに向かって今、歩いてます。ただ、めっちゃ寒いんですよ。昨日グラーツに着いてから、今の気温がね、3度とか4度とかなんですけど、なんとね、雪が降ってきちゃって、今ちょっとやんでるけど、なんか上からなんかパラパラ降ってきたなと思って、なんか木の葉っぱでも落ちてきたのかなと思って、よう見たら雪やったんですよ。と思って、雪やんと思って。っていうぐらいめっちゃ寒いです。皆さんどうでしょう？老後の生活。オーストリアで鳥のさえずりを聞きながら。まあ物価はめっちゃ高いですけどね。これですね。エッゲンベルク城っていうみたいです。今裏側からちょっと来てるんですけど、世界遺産に登録されてるみたいですよ。本当住宅街の中の公園の中にちょこんってあるちっちゃいお城です。はい、お城の正面の入り口のところに回ってきました。じゃあ中に入ってきまーす。多分20分あったら一周歩けるんじゃないかな。でも全然人がいないからいいですね。ほとんど人がいないですね。どこやったかな？イスタンブールのアヤソフィアとトップカプ宮殿とブルーモスクのあそこの一帯はもう本当に観光客と客引きの人だらけで、もう人しかいなかったから、ここはいいですね。人がいなくて。なんかちょっと今貸し切り気分ですかね。あ、12時45分の鐘が鳴ってる。この、あ、中庭に来ました。中庭。おお。中庭です、ここが。よいしょ。本当に小さいお城。これは、あれかな、泉じゃなくて、ちっちゃい泉。はい、世界遺産に登録されてるエッゲンベルク城かです。2階に上がってみようかな。はい、2階というか、こっちで言うとファーストフロアに上がってきました。こんな感じです。ちょっと、誰もいないし、自撮り用の写真いっぱい撮ったりしたいと思います。こんなに天気いいのに、本当に寒い。もうちょっと暖かかったらな。いいんですけど。この砂利とか、芝生とかすごい綺麗に整備されてますよね。しっかりと歩きやすい道になってますね。本当にね、お城がね小さいのですぐ見て回れると思います。これぐらいの奥行きです。こんな感じです。空気も美味しいし、値段だけが美味しくない国、オーストリア。
見えます？この雪。あ、雪が降って、あー、すごい、ほら。めっちゃ雪降ってる。まだ2月28日、1ヶ月前ぐらいにオープンしたばっかりの、なんかアジアンフードレストランっていうほどのレストランじゃないですけど、お店でちょっと2ユーロぐらいのおにぎり買ってみました。2、3ユーロぐらいやったかな。いただきます。なんか形はすごいですけど、でも、まあ普通に美味しいかな。肉のお寿司みたいな こういう感じのお店です。アジアンエスニックフードを扱ってるっぽいですね。昨日スニーカー買ったお店です。お城の方かな、歩いてもう一回市街地の方まで今日も行ってみようかと思います。ヘルツ・ジェスス・シュシュシュカトリック教会というそうです。 ちょっと読めないけど、ちょうど今3時で、3時の鐘が鳴ったんですけど、カメラ回した瞬間に鐘が終わっちゃったというか、めっちゃ天気いいんですけど、本当に寒くて風も強くて、ちょっとマジで歩くのがね、本当に風が強すぎて、マジでしんどいです。わあ、結構高いですよ、これ。結構首見上げてます、今。いやー、寒い。マジで寒いです。もう手が凍りついてます。よっしゃ、写真撮ったし、ぼちぼち帰ります。はい、ちょっと歩いて、中心部の方に戻っていきたいと思います。今日は結構歩きましたね。明日も、でも、ウィーンに行って、ウィーンを観光するんで、結構歩くことになりそうですね。ほんと、一つ一つのデザインがすごい凝ってるんですよね。あ、今逆光で見えないかな、もしかしたら。ベランダとかがね、すごいのよ。あ、で、このトラムがね、かわいいですよね、これ。かわいいよね、これ。出た、アンティークショップ的なヤーズですか？いやー、ほんと、なんかもうずっとは無理だけど、しばらく見てられますね、この通りは。ほんとに。武器が3万点、なんか、保管？展示されてる武器博物館らしいですよ。なんかこのメイン広場のこの建物は、市庁舎みたいな。市の庁舎 市の庁舎みたいですよ。もう発音、日本語のイントネーションもおかしいのに。 マグネットね、かわいいなと思ったんですけどね、6ユーロってちょっと高いなと思って、買うか悩んでます。 まあ、ウィーンに行って1個買うでもいいかな。昨日行った丘のところにもう一回ちょっと行きます。昨日とはちょっと別の方角というか別の場所から登っていきます。これね、くねくねした階段と、その横になんかゴンドラのリフトがあるみたいですよ。ゴンドラいくらなんやろね。ゴンドラ、リフトエレベーター2ユーロ。乗ってみようかな。なんかリフトエレベーターの横にこういう洞窟みたいな、なんか上り坂もありますね。今ちょっとこっちを歩いて行ってみてます。なんかディズニーのアトラクションの入り口みたいな感じですね。
まあ、あのゴンドラというよりかなんかエレベーターでしたね。それが、2ユーロ、片道2ユーロっていうことでした。でも今こっちのなんかトンネルの上り坂みたいなところでもうすぐ多分着きそうなんで、このまま登っていきまーす。着きまーす。出口でーす。着きました。着きましたと言ったんですが、着きませんでした。昨日登った道の入り口に着きました。ということは昨日と全くまた同じ登り方で上まで登っていきます。やっぱ2ユーロ払ってエレベーター乗ればよかったかな。はい、頑張ります。はい、着きました。はい、いい感じでーす。すごいですね、もうグラーツの街を一望できます。ここベストスポット。はい、反対側に時計台。はい、階段をね下ってきました。さっき昼過ぎにおにぎり買って食べたここのお店で早めの晩ご飯です。まあなんか酢豚みたいな感じのやつを頼みました。これで6ユーロ50セント850円とか900円するかしないかとか、そんぐらいですかね。いただきます。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、では今日はもう宿でゆっくりしたいと思います。明日はウィーンに移動です。おやすみなさい。